Hello there! 始まりました。森哲チャンネルです。まあ、今回はタイトルにある通りですね、これから受けてくる、ね、手術について、まあ、ちょこっと話そうかなと思います。まあ、本当はですね、まあ、4月1日ですから、April Fool's Day みたいにですね、やればよかったんですけど、冗談ではなく、本当にですね、受けに行きますね。で、まあ、しかも受けれるのがこの期間しかないので、休みが取れるのが、もう4月の第1週しかないので、で、ここで手術ができるところを探して、いっぱいいろんな病院に電話したんですけど、で、まあ、ここぐらいしか、一つしかないってことで、そこにわざわざちょっと受けに行ってきますね。飛行機乗って行ってきます。できるっていうところに、行ってきます。で、まあ、本当は、その、中国行ってですね、1週間、いろいろとやってくる予定だったんですけど、残念ながらそれがちょっとできなくなってしまいまして、明日から行ってきます。で、まあ、話せる範囲で、まあ、どんな感じなのかっていうのをちょっと話そうかなと思います。で、まあ、別に、命に別条はないというか、命にそんな関わるものではありません。ですね、そこを安心してほしいと思います。まあ、手術でとんでもない失敗が起こらない限りは、ないと思います。で、していく上で別にやらなくても、もうおそらく問題はないけれども、もししたいんだったら、そうですね、治療を受けたいんだったら、もう早い方がいいと、早いに越したことはないっていうことですね。なんで、一応、することにしました。早いに越したことがないんだったら、まあ、今のうちにってやつですね、思って、決めました。まあ、ぶっちゃけて怖いですよ。まあ、初めてですね。まあ、なんか腕折ったりとか、ですね、食中毒とかはやりましたけど、いわゆるこう体を切られるっていうものはやったことがないというか、経験したことがないのでですね、まあいずれはあるんだろうなとかっていうのは思ってましたけど、それがこんなに早く来るとは思ってなかったんで、かなり緊張している感じです。もうずっとそうですね、最近はずっと緊張しっぱなしで夢も見るみたいな感じです。あとはいわゆる全身麻酔っていうのは初めてですね。どうなるのかちょっと、怖い感じですね。まあ、何かいろんなですね、先輩の先生たちからそういう話を聞いているので、こんな感じだったとか聞くんですけど、いや、それはそれで恐ろしいですね。で、術後は、まあまあ、激しい運動とかしなければ、多分、まあ、だんだん傷も消えてきてみたいな、形だそうです。なんで、まあ、4月の、第2週からは普通に多分仕事を教えるぐらいなんで、それはそんなに動いたりすることでもないので、多分普通にできると思います。なんで、そういった、感じで仕事をやっていく、予定です。はい。なんでですね、大変なんですけども、まあ、心配してくれる方もいらっしゃるかと思いますが、一応まあ大丈夫ですというですね、報告なんですが、まあ多分だ手術してまあ日帰りはできるとは言ってたんですけど、ただまあ怖いんで、しかも東京じゃないんで、なので泊まってきます。ホテルに一応泊まる予定ですね。で、何かあった時にはすぐに病院に戻れるようにっていう形に、します。一応日帰りだけれどもですね、まあ、すぐ近くの病院の近くのホテルに泊まって、で、何かあった時のためにみたいな感じで、で、次の日に、一応東京には戻ってくるという予定になってます。はい。なんで、4月の今、これが流れてるのが1日だと思いますけど、なので2日3日4日とですね、3日間ですね、ちょっと移動して、で、安静にするっていう感じになりますので、3日間は仕事ができない状況になるんですけども、一応、動画は撮りためてですね、行こうと思っていますが、心配して、くださった皆様ですね、くださっている、まあ、ブログ見て心配してくださっている皆様ですね、ありがとうございます。まあ、いろいろ、その後からは、いろいろ普通に、やってきます。予備校の授業だったりとかが始まりまして、あとセミナーですね、トイックのセミナーが4月末にあり、セルタ形式のですね、授業のセミナーっていうのが、5月にありますので、そちらもぜひ、来ていただけたらなと思います。まあ、何か大きなミスとかがない限りは、はい、普通にやると思いますのでですね、そちらで、ぜひ楽しみにしてください。はい。ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.